あの22日ですね、あのホスト企画をねまたやらせていただきますのでね。で今回に関してはね、ちょっとまたあの前回と形式は違いまして、あの姫さん来る姫様のね、あの願いを叶えるみたいな感じの内容になりますんで、ね、マネちゃんとさ、うちのママンとさ行ってきたよ、ママンと行ってきたよ、うん、勉強してきたんでねちょっとクオリティが高いコールになってるかもしれない。あの本当にね、あのなんかいろいろ勉強させてもらったね、いろいろ勉強させていただきました。まあホストの方だから、まあ営業をするわけじゃないですか、ホストの人もね。なんか自分が客観的にさ、お客さんになったことによってなんかいろいろ学べましたね。あの客変じゃねって思われて、いや変じゃねって思われたよ、いや思われた。いや私ね本当に知らなかった、そういうの知らなくて、ルイネ一人でいてない、ママも いたよ、ママもいやママン同伴だからね、ママンもさ何したらいいかわからなくて、もうずっともう本当ママンもなんかもうここは何じゃみたいな